今日ホークさんもう一回実況したからどっか行っちゃったね。まあいいんじゃね、やらしときゃたまには休憩みたいな。さてこちら決勝トーナメントじゃねえや決勝リーグ同時進行はアベンさんのポチョムギに対するはたくさんのスレイヤー、左側の台では中坊神ことキリシャ様の、あのキファさんに悪いんで、まあ中坊神は町田の中坊神ですね。まあそこだけちゃんと強調しておかないと、名前変えるとかなったらかわいそうなんで。で対するは数の子制する。おっと気づいたらなんかすげえコンボ食らってる。家庭は全く見てなかった。あーちょっとでもポチョムギに赤ではないのかさて新人戦ではどうだったんでしょうか。まあ新人戦の結果ではアビゲンさんの方が上ということで、まあポチョムギにたくさん頑張ってたっぽいんで、どう見ても新人ありません。そうですそうです、危ない。これはジャンプリーやっててフットロス。さあこっから、おっとこれうまい、いい読み合い、ジャンハイ振ってよいしょ。お金の音がうるさい。投げている、スレイヤーが投げて金エス止めてフットロス、足悪いから一旦離れる、距離置いて、なんと怪しい当たり方。今日のたくさんはなんか優しいぞ。やっぱり立ち系から無敵ジャンプ、そしてジャンプ系刺して一本取り返す。なんとヨスレイヤーポチョムキンも食えると言っていたこの男をやりおる。あここでエースヒット確認、置き攻めはタッチピーバーストを使わせて青バースト。さあこの状況でどうするんだ。さあ保険が出ない、隣の相手は数の子セーソルがあっという間に勝っている。中坊神はやはり中坊、ガードしてんのにダメだった。ここで立ち合い、これは危ない予感しかしない。デッタングルで切り返してゲージはしかしなじく、おっとここで強気の、これは吸血スループ。あーやばいやばいやばい、さあ投げキャラはポチョムキンです。あ危ない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 、しかし 50% あるぞまだ。あっとこれはハンマーボール、勝ったのはアベゲンさんのポチョムキン。さあじゃあね、負けた方はどっちでもいいんですけど。